プロンプトゥアラアイコナムインジグニーオラムに描かれたエウアンドロスエウアンドロスはローマ神話に登場するアルカディア出身の神格化された文化英雄でありオリュンポス十二神や法律やアルファベットをイタリアにもたらした人物とされている彼はトロイア戦争の60年前にイタリア半島に渡り後のローマとなるパランティウムという都市を建設したラテン語ではエウアンデルと呼ぶ ルペルカーリア祭りを始めたのもエウアンドロスとされている。フォルム・ボアリウムにあったヘールクレースの大祭壇を混流したのはエウアンドロスだという伝説がある。ベルギリウスのアイネイース大発刊ではアイネイアースラがその地を訪れた際、エウアンドロスとその地の人々はヘールクレースが巨人カークスを倒してくれたということでヘールクレースを祀っていた。ベルギリウスはこの一節を聞いた。 当時のローマ人がその祭壇がホルム・ボアリウムの祭壇だとわかるように詳しく記述している。ウェルギリウスが記した背景によると、ヘール・クレイスはカディスからゲイリオーンの飼っていた牛の群れを伴って戻る途中でエウアンドロスに艦隊され、カークスとの一件で英雄として祭壇が作られることになった。この祭壇は紀元64年のローマ大火で失われた。エウアンドロスは メルクリウスとカルメンタの子で、アルカディアで最も賢かった。ベルギリウスによれば、トロイア戦争の前に彼は、自身が、イタリアのテベレ川付近に建設した都市、パランティウムに、周辺の原住民を集めた。ベルギリウスはその都市名を彼の息子、パンラスにちなんだものとしているが、パウサニアスやハリカルナッソスのディオニュシオスは、エウアンドロスの生まれた都市が、パランティウムという名だったため、 新たな都市を建設するにあたって、そのアルカディアの都市名を付けたとしている。エウアンドロスは、トロイア戦争以前にアンキーセースにあったことがあり、その縁もあってアイネーアースが、トゥルヌス率いる原住民と戦う際にはアイネーアースを助け、アイネーイス第十二巻では重要な役割を演じる。エウアンドロスは、死後に神格化され、アベンティーノに祭壇が建設された。 パンラスはこう儲ける前に亡くなったためエウアンドロスの、筋は途絶えたと思われるが、ファビウス氏族は、エウアンドロスの子孫を自称していた。ありがとうございます。